どうも、たまったわけどもかげー、ありがとうございます。あれ風で倒れてる。そう、はい、どうもーということで、2箱目だぜー。ちょっとね、調子乗りすぎて、のんびりやったら、なんか動画がだいぶ長くなってて、びっくりです。そんなかかったと思ってね。だから、ちょっとまたね、スピードアップしていかないと、やべえっていうことがね、分かったので、もう、ちょっと今回は2個目なんでね、これなんだろう、スマップだ。スマップさんの、なんか、手につけるやつと指につけるこのね、やつですよ。おぉ、すげえ。ロッケからすごい、なんですか画面お守りだって。なんだろうね、これ。スマホお守り。スマホケース。ねえ、これ、柏木由紀さんですね。おぉ、AKB、懐かしいって感じで、ちょっと違いますけど。懐かしくないですね。おガールズじゃないですか。これ、なんか前、入ってたの同じ。ねえ、なんだろうな。これはあれかな、配給っていうのかな。ねえ、今回もね、内容ビシでございます。ねえ、なんか、ほら、あえてこれ、時間かかるよ、多分これ。いっぱい入ってるよ、これまた。ゆりの、なんか、開いてないよ、これ。あ、開いてるわ。ね、いいよね。ちょっと時間なくなっちゃうから。これ何これ。うさぎさんのやつ。ね、開けてないんじゃない、うさまるカフェのやつ。パスケース。ね。開けてないのいっぱい入ってますね。あ、これ何これ。おっさんずラブのやつ。あ、おっさんずラブのやつだよ。おー、すげえ。ね、開けてないよ。しかもこれ、ほら、覗く。まあ、あと、スマホのやつ。俺のスマホ入んなそうだけど。あ、まあいいや。ね、これさっきあったんじゃない？あ、違う、これもオッサンズラブのやつだ。オッサンズラブの、これ違う、ベラララのやつですね。あ、解凍キットな、入ってるよ。何これ、あげます。じゃん。あ、落ちた。なんか缶バッチ、なんか、あ、懐かしい、シャーマンキングだ。あとエヴァンゲリオンのやつ、ちょっと、まあ、ほら、時間なくなっちゃう。シンジ君だ、ほら。ちょっとまだ時間なくなっちゃう。ちょっと、さっさとやっていかないと、長いから、ほら、開けてないな。風の生まれる場所から、川村香織さんのツアーグッズですね。バンダナ。ツアーグッズ、バンダナ。これは、なんだっけ、キャラクター。あ、いえ、これなんだっけ、これ。名前が出てこないの。まあ、こんな感じね。お、さっき、うさまるカフェなのかな、ね、タイガー&バニー、ハンカチ、なんだろう、ね、小春、読んでください。わかりません。時間がかかる。しかもこれほら、泣いてるハンカチ、ね、うまいこと言ったみたいにしてますけど、別に言ってないです。なんかスーパーボールなの？あれだな、ディズニーランドの横にあるホテルとかで泊まった時の、スイッチ、ね、もう開けなくても大丈夫ですよね。もうこれもなんかこれな、もうセンスいいっすね。これぬいぐるみのやつなんで、ミンターなんとか開けた。すいませんね、もうね、30分経ったから使っちゃったからさ。ダウンダウンディズニーランホテルとか言ったのね、中入ってるかな。お、巾着入ってるわ。なぜアンパンマン出てきちゃったよ。ね、こういうことがあるから動画は撮る時間ない。ねえ、AGF 2019 A、頭がハゲてきたときに行くのかな。あ、違う、これ何て言ったっけ、それは AGA ですね。もう変な感じになっちゃったから、ね、あ、俺知ってる、これゆずまんのキャラクターね。クレヨンしんちゃんの時ですね。さっきのやつだ、ケンが来てみて、もやしもんっていうのか、もやしもんですか。ペンギンのマスコット、あとラインのやつ、ぬいぐるみ、またこれあれじゃない、
アベマ TV って書いてある。これなんか分かりますよね。あ、懐かしい。ね。フロン TBS。これはベイスターズ5番。ベイスターズ、お、何これ。トランプだって。トランプを確かに俺だ。トランプだ。絵柄のなんかトランプワンピースの。なんか見たことある、これ懐かしい。あ、何これ、テレビ局シリーズですか。これテレ朝のやつですよね。おお、これ関係ないね、キリちゃんのクリスマスですね。もう終わったからいいかなっていう感じ。お、ほら、今度はフジテレビ。すごい、テレビ局シリーズじゃない。これは何だろう、これはテレビ局じゃないのか。あ、白クマカフェですね、ファンだじゃん、ね、これガチャガチャだよ、これ、何だろう。あ、なんかあの昔のなんかラジコンプラモデルの箱の表紙のなんか絵描きさんがね、なんか話題になりましたね、一時ね。これはもういいっすね。これはもういいっすね。お、カードスリーブですね。これはなんだ ?H!H! 歌振りって書いてあるね。お、ガンダムのガラスプレート、トッキーな、見て、開けていいですか。これは気になるな。ガンダムはちょっとごめんなさい、気になっちゃうな。お、バンジョ。やっぱガラス割れない。お、何ですか、これは。お、ガンダム00のやつだ。これガラスです。すごいね。お皿。ちょっとこれあれだね。お醤油入れて、お刺身とかつけちゃってるんですね。なかなか。なんか雰囲気違うけどな。あ、なにこれ、ウィンター。なにこれ。スタッフズシリコンバンド。スタッフズってなんだよ。あ、わかんねえや。こうなってきちゃった。こんな、トゲトゲのついてるんですね。ごめんなさい、ちょっと俺は分かんない。なんか好きになった。なんだろう。なんだろう。あ、これはなんか携帯かなんかやな、カバー。おー、バッチリ。あ、魔法使いと白猫のウィズって書いてある。うん。一番頑張って。ガンダムシードデスティニー、スマホのお布団。これはなんかあのミントとか入れるのかな。はい、なんだこれ、これなんか企業のやつかな、ちょっとわかんないな。ライン、何これ。あ、これキリちゃんだ。エイトレンジャーのやつ、関ジャニさんのやつですね。関ジャニさんの映画みたいな。あ、これもやしもんじゃない、なめこのやつ。お、開けてない。ハッピーバー、ちょっと汚いけど、ハッピーバー。そしてなんだこれ。お、スパイダーマンだ、くるくるしてるね。ほら、ブルブルブルン、お顔が。あ、これあれかな、ユニバー、ユニバーサルストジッパー。あ、さっきのパンバッチ。なんかこのフィギュア昔流行って集めてる人いっぱいいたんだけど、それのちっちゃいキーホルダー。何これ、このすごいな。豪華風に携帯デカ、携帯ストラップね。 DVD の特典かな。何これ時代ですね。なんかお宝のようなの。しかしジャランスマホコン、ジャランの記録あったんだね。あ、これは何だろう。あ、7つの廃材のメタルマグネット。まあもう開けなくていいけど、7個開けるとかビャビャビャーみたいな。うわー、あ、なんだろう。イースト、ニュース、サウンド、え、バックね、上がる。パイレット・オブ・カリビアン、サウンドペーパーの本なんですと、箱は潰れてきても入って、うわっ、シリコンバンド多いですね。小鳥さんだって、シリコンバンド。そして、黄色のフィギュア。なんと、メダルラマー。はい、妖怪ウォッチバスターズ。あー、メタルピースみたいな。あ、ケースだ。なんですか？ケース？
iPhone さんよかったかな。まあ、なんかこういうなんか付録が入ってるの、付録。ゲーム買うともらえたやつかな。でもこの感じはコロコロっぽいけどな。どうでしょうね。これがね、これが入ってるんですか、これ。これはコロコロっぽくですね。ソフト風、ソフトかと思ってさ、付録さ、あ、いいな、ゲーム入ってるなって言ってね、買ったりしますから。シールがいいね。はい、まあ後で、はい、これ袋は後で。はい、ミッキーのやつとか、ね、なんとか、ワールド、エンドヒーロー。ね、この、これ、あ、危険。なんか、刃物持ってるぞ、危ないやつだ。弾丸の刃。弾丸の刃。はい。また遅くなっちゃうからね、ウィンズ、ウィンズで、あ、JRA のやつだ、競馬のやつですね。で、オリジナルサマーグッズ、あー、もう出さなきゃよかったな、センスでした、センスは、これいいっすよね、センスはもういいや。あ、なにこれ、グラッピーデロテン、グラッピーデロテン、なにこれね、くら寿司ですか？何これ？なんか最高。ゲーカードゲームとかの使うのかな？ね。これがどうなったんですかね。お、なんかサインボール誰だろうこれ？ 51。イチローかな？イチローですかね？ブルーウェーブ。懐かしのね、51っていうとなんかイチローって感じがしますね。お、パイレーツ・オブ・カリビアンのね。トレジャーボックス、トレジャーボックス、トレジャーボックス書いてます。何にトレジャーボックス。おお、すごい。宝箱。開けましょうか。おお、ザクザク。ザクザク、小物入れですね。こういった感じ。おお、すごいですね。はい。こういう感じですかね。ね。でも一回開けたなんだよね。あ、これなんだっけ、あ、プリキュアだ、プリキュアに来ないんだ。お、東京ラム戦国バサだな、ね、テニスのプリンプリのポケットタオル、今治、今治、あ、いいやつかなこれ、ね、あ、このセーター何やったかな、なんかさ、アンスタとかいろいろあるじゃん、完全にあれだ、普通に入ってたやつ、なんかほら、お化粧のやつとかね、ホテルのやつとかね、ご主人どうぞ、ホタルカッパ、これ何かな、お水かな、でかっ、京都黒子のバスケ店、でかいな、アクリルキーホルダー、こんなでかいんですよ、こんな、でかっ、ね、すごいな、これカバンにつけて帰れば、グラムが重たい、重たそう、なんだろうこれ、そしてプリキュアまた出てきてね、これもあのこれかな、ね、あれですよね、あれです、名前で言うと同じかワンピースですよ、フィルゼカバー、カバーブックカバーみたいな、はい、これ気になりますね、うちはですね、誰のうちはでしょうか、じゃんじゃん、アンスタだ、アンサンブルさん、そう、名前がね、ちょっとね、アンサンブルスターズともう一個あるんですよ。なんかね、自分の、俺の中で、なんかね、もう一個の作品があるんですよね。それとね、なんかね、被っちゃうんですよね。ちょっとね、正直見てない。このキャラクターしか見てる、知らないから。どういう作品も見たことないから、どうなんですか。お、なんかこれ。なんか、お、このプニプニな気持ちいいやつ。で、プリキュアね。プリキュア出てくるな。で、これ、なんかほら、手付けるやつ。お、スキープロ。スキープロって書いてある。スキー歌ってるかな。ね、はい。
ジャランのスマホをしまった結構買ってるんじゃん。旅行好きなのかな。なんだろうこれ。おー、ちょっと意味ありげですね。おお、なんですかこれ。すげー、なんか意味ありげ。あ、ちょっと勝手にパソコンが動いちゃった、やべえ。有料アイスのやつ、ちょっとこれごめんなさいね。パソコンのボタンをね、荷物置いたからね、タラララってなってるんですよ。ページがすげえページです。やべえ、変な音が出ちゃう。お、なんかぬいぐるみのキャラクターですかな。ちょっとこれ急がなきゃ。あ、さっきのなんかやつだ、ゲーセンのやつね。はい、おー、なんだこれね、リアル鳥、鳥フィギュア。あ、これもなんか見たことあるぞこれ。風見学園、風見学園バッチ、イラズバイレブンのテープ、マステってやつかな。これなんだろう、犬のね、箸置きみたいな。お、時計、なんか怒ったぞ。なんかパーツが取れたっぽいな。ほら、なんか今パーツが取れたんじゃない。時計風ブレスレットかな。なんかこれ使ったの多分ね。なんだろう、これなんかベルトの小松、あ、さっきのあのあれだ、あのプラモデルの昔のやつ。あれだ、夏目さんの猫ちゃん、セルナのリボン、リボン、守るミヤ、あ、守るミヤ、ミヤの守るさんですか、ね、声優さんで、ね、人気の声優さん、名前は知ってる。頑張っちゃってるけどね。アクセサリー、何の気持ち悪いんだけど、塊からカラスも、あー、これなんか階級ね、ね、あ、これ前出たことあるね。サスケ山、山ごめんなさい、間違ったごめんなさい。リボンのバッジかな。じゃあ指輪だな。これアイドルマスターね。アイドルマスターのなんかしおり。これもあれだ、バッジ。さっき言ってた猫ちゃんです。夏目さんのやつかな。これもなんかさっきペンで出ましたよね。耳かき。武将シリーズ。武将シリーズ。なんでもありですね。武将のマークついてればなんでも OK みたいな。AD レベルなんか15みたいな。ちょっとわかんないな。これ何これ。このモヤモヤなんかね。で、ね、これね、鎖だけ、鎖だけね、これ最後かな、最後なんかな、これ最後にしちゃったんだ俺。ネックレス、おしゃれネックレスかな。ちょっと分かんない。 A って書いてある。 A って書いてある。はい、以上でございます。また長くなっちゃったね。でもさっきの短いかな。よし、じゃあ以上で2顔終わりです。どうも、東京のカギーン。汗かいてるからね、パンク食って。はい、じゃあ最後の3箱目いきます。ありがとうございました。さよなら。どうも、東京のカギーンホームラン、イエーイ。ありがとうございます。始まったぜ。虹をつかむ男だよ、川の。